今日お話しすることは、もう、このレジュメがお手元にある方もいるかと思うんですけれども、要はですね、再生可能エネルギーっていいんだっていう、まあ、これは共通の認識になってるんですけれども、なかなか、それを実施していく段階になっては、ちょっと立ち止まってもう一回考えましょうというお話とですね、それからどこにでも、まあ、これは普遍的に地球上では得られるエネルギーなんで、やり方によっては非常に省エネにもなりますし、それから、お金も稼げる、まあ、出てくるお金がセーブされるっていう意味なんですが、そういうことなんで、まあ、これを是非とも考えてやっていっていただきたいなと思います。まあ、再生可能エネルギーの嘘と誠っていう題にしたんですけれども、なかなか再生可能エネルギーっていうと、まあ、環境に優しいんだとか、非常にいいものというふうに、思われてるんですけれども、なかなか一筋縄ではいかないんで、これをもう一回考え直してほしいなということです。で、これ、まあ、表紙なんですけど、左上はアイスランドの地熱発電所です。それから左下がですね、これデンマークの、太陽熱を再熱する、まあ、今、昔ですね、日本で流行ってた屋根置きの太陽熱温水器、あれが非常に広いところに、ずっと並べられて、これが地域で利用されているという例です。それから右下は、これはバイオマスボイラーですね。チップボイラーです。木を燃やすものです。ドイツの例です。で、今お示しいただいてるのは、いわゆる再生可能エネルギー全部そうなんですけど、まあ、一つだけここにある、ガスコジェネっていうのは違うんですけれども、これが本当に環境にとっていいものか悪いものかっていうことをですね、まあ、私なりにちょっと整理してみたんです。で、そうしますと、一番上が水素ですね。水素。これは、まあ、トヨタの未来が最近宣伝してますけれども、CO2 を排出しないと言ってるんですけど、実は CO2 は、車が走る前に相当量排出されてまして、本当に温室効果ガス GHG がゼロかというとそうじゃないんですよね。で、そういうのがテレビとか見てるお方にはあんまりよく理解されてないみたいで、あたかも、魔法の車のように CO2 が出ないと言ってるんですけど、相当出してます。ただ、定量的には私自身もいろんな資料見てるんですけど、あんまりよくわかんないんですよね。これはあえてその FCV ですね、燃料電池車を普及させる人があえて隠してるんじゃないかなと思うくらい。全然出てきません。例えば川崎重工さんがやってるオーストラリアの褐炭から水素を抽出して液化して日本に運んでくる、これもう最悪です。現地で、まあ、褐炭ですから石炭に、水素を添加して、これを熱で分解して水素と、まあ、CO あるいは CO2 にするわけなんですけれども、非常に CO2 の発生量も多いです。ただ、日本に持ってきた段階でこれを使った燃料電池車は、宣伝の通り、CO2 の排出量ゼロなんですけれども、まあ、その他いろいろ、まあ、複製ガス、これは石炭からコークス作るときに、製鉄所なんかで大量の水素が出ます。これも使い方によってはいいんですけれども、なかなか使うところまでいかないですね。まあ、燃やすということはしてますけれども。それからオフサイト、オンサイトと書いてあるんですが、以前、エネオスの宣伝で、水素ステーションが出て、ここに水素を運んで燃料電池車を動かせますよっていう宣伝があったんですけれども、これもかなり環境に悪いです。それはオフサイト、水素ステーションなんですけれども、これは通常の場合、エネオスさんの場合はナフサという化石燃料ですね。組成ガソリンとかっていうことも言うんですけれども、それを分解して水素を作って、圧縮して重たいボンベに積んで、
遠距離まで運んで、これはディーゼルトラックのことが多いんですけれども、で現地についてさらに電気を使って圧縮して、最終的にですね、給ガスするときに、この FCV に給ガスするときに、マイナス42度まで冷やす必要があるんです。これ断熱膨張しますんで、高温になりすぎて、困るんで、マイナス42度まで減らす、下げると言ったところで、大量の電気を使って冷凍機を動かす。ということで、よく考えてみると、燃料電池車というのはかなり、現状では温室効果ガス出します。まあ、これが将来に向かって技術の進行でこっちの方に移動していくとは思うんですけれども、現状で宣伝でやってるように CO2 出しませんっていうのは真っ赤な嘘でして、これがまあ私が思うにあんまりちゃんとしたことを言ってほしいなと思ってます。それから、小水力についてはかなりいいなと。これは電力庁研究所の研究でも CO2 の発せる極めて少ないです。それから風車ですね。まあ、これこの間福島沖の600億円かけた浮体式洋上風力 お釈迦になりましたけれども、浮体式っていうのは非常に難しくて、コスパは非常に悪いですね。ということで、これ、特に環境に悪いってわけじゃないんですけれども、洋上風力浮体式を作る時の鉄を作る時の発生 CO2 量だとか、そんなことを考えるとかなり、良くない方ですね。それから、地熱です。地熱もですね、小規模でやる分にはいいんですけれども、大規模フラッシュって書いてあるんですけど、これ170度以上の、熱水蒸気を出して、これでタービン回します。これも効率非常に悪いです。大体の再生可能エネルギーで電気作るっていうと、効率は10%内外です。十数パーセントです。出てくるエネルギー、投入するエネルギー、あるいは地熱の場合は地下から出てくるエネルギーの、10%程度しか電気にならないです。それから、ソーラーですね、太陽光。太陽光も、後でご説明申し上げますけれど、極めて、環境には私はあんまり良くないと思ってます。太陽熱利用はグリーン、進めの方向だとは思ってます。それから木質バイオも今言いましたように非常にエネルギー効率が悪いです。わずか十数パーセントです。となると、これも後でご説明しますけど、大量の木を切って、それから電気を作って喜んでる人が多いんですけれども、決してグリーンではないなという考えを持ってます。それから一つだけ化石燃料ですけど、ガスコジネっていうのが書いてありますけど、これは化石燃料ではダントツで環境にいいですね。逆に言いますと、これより悪いものが平気、大手を振ってですね、環境に優しいなんていう言葉で修飾されてやられてるんですけど、私はガスコジネっていうのは非常にいい方法だと思ってます。ガスコジネっていうのは、電気と熱をガス、天然ガスで作るって話です。それからガストリジェネっていうのは、坂本さんがご専門なんですけれども、電気と熱と CO2 を温室に持ってって、そこで作物に食わせて、CO2 施肥と言いますけれども、生育を促すということで、ガストリジェネ。これはいい方法で、オランダあたりでは非常に盛んに行われている方法です。これが先般トヨタ明夫社長が言ったとか言わないとかっていうんで新聞記事になったものです。同じヤリスでも日本製とフランス製では、トータルの排出 CO2 が全然違うと。日本製は非常に多いんで、フランスよりも、フランス製の方が良い、いい車だと言ってるんですが、一つ合ってて一つ間違ってるんですね。一つ合ってるっていうのは、TCA、どう忘れちゃった。要は、ライフサイクルアセスメントというんですけど、LCA というんですが、その、さっき言ったように、燃料電池車は走ってる分には、排出温暖
温室効果ガスゼロなんです。ところがその前の燃料水素を作る段階で大量の CO2 出します。それからもうちょっと前に自動車を作る段階でも普通のエンジン車ガソリンエンジン車よりかなり多くの、排出 CO2 量があります。そういうのをトータルして考えて、LCA といいますライフサイクルアセスメントというんですけれども、一つはトヨタの社長合ってるのは作る時の電気使ってる電気ですね、工作に使う電気の量が日本よりフランスの方が排出 CO2 量が少ないと、これは事実です。でこの LCA を評価するっていうのは非常にいいことだと思います。ただし8割を原発に頼ってるフランスの電力で、CO2 が排出量は表面上は少ないんですが果たしていいのかっていう話がもう一つあります。で、日本の大手のですね、鉄鋼連盟だとか経団連の会長は原子力を推進したいんで、フランスはいいなっていう話を書いてあるんですけど、それはもう一回考えてみないといけないなとは思います。それで、これから私のちょっと愚痴っぽくなるんですけど、経験をお話しするんですけれども、上杉鷹山の有名な言葉があります。なせばなるなさねばならぬ何事もならぬは人のなさぬなりきりと、まさにこれが、再生可能エネルギーに当てはまりと思ってます。要はあることは知ってます、ただどうやっていいかわからない、それからやってなんか悪いことが起きるんじゃないかということで、日本人はおしなべてやらないんですね。今世界一の風力発電のとか太陽光発電は中国なんですよ。で中国の環境っていうのは私は都合7年ぐらい中国に住んでたんですけど、最初に行った1980年頃っていうのも、当時はもうエネルギー自体が全くなかったですね。毎日計画停電があって、電気が来るとよし何かやろうっていうぐらいで、なくなると真っ暗になっちゃうわけです。夜はあんまりなかったんですけど、昼過ぎ午後になると計画停電になってました。ところが今や中国っていうのは再生可能エネルギーの生産量、電力としての生産量は世界一です。もちろんパネルですね、太陽光パネルも世界一の生産量を誇ってます。ということで逆に言うと日本が何もやってないんですね。ということで何かやるべきだというのが私の言いたいことで、ほとんど人の問題だと思います。でちょっと愚痴になると言ったんですけど、これ私が、今から10年前からかかったその再生可能エネルギーを中心としたエネルギー事業です。30ぐらいあるんですけど、ほとんどは人が潰したというか潰されたというか、私の努力が足りなかったのか、7割8割はそうした形で潰れてしまいました。結構国は環境対策にお金を出してるんですけれども、ちょっとそれをマネージする方が非常にわけのわかんない方も多くてですね、例えばここには書いてないか、東北の防止なんですけれども、ここは総務省のお金をもらって非常にいい、計画を立てました。それで総務省当時ですね、10都市ぐらいそういう町を集めて、地域熱供給をやって、再生可能エネルギーを面的に使いましょうというそういう案件で補助金を4年か5年かなぐらい出してやってたんですけれども、私がその中で関わったのは、山形県の山形とそれから秋田県のじゃねえや青森県の弘前だったんですけど、弘前は総務省の某大臣と某審議官にとんでもないことをというか、その事業やったら全部そうなんですけど、そのお二方がですね非常にとんでもない、あえて言うならやつらでして、で、弘前ではですねとにかく木質バイオマスを使わなきゃならないということをご利用ししたんですね。
で、木質バイオマス、要は、再生可能エネルギーを使うことは目的じゃなくて手段なんですよね。CO2 を減らしましょうっていう手段であって、目的じゃないんですけど、目的化しちゃったんです。それで、木質バイオマス使わなきゃダメだと。使うともう全く経済性出ないんですね。ですから、市の計画は非常に良くて、熱源の問題だけだったんですけれども、ゴリ押しされて、それで消えて終わりました。それから山形はですね、その T 大臣の、T 大臣が、まあ私も会議出てたんですけど、T 大臣がその審議官に向かってですね、お前これやらなきゃ腹切れって言ったんですよ。まあ大時代的なお話なんですが、その腹切れって言われた方がですね、今度はその市の担当者を恫喝しまして、これは、ほとんど一次情報なんで信用していいと思うんですけれども、テーブルを叩いて恫喝したと。でもう市としてはそんなことやりたくねえって言って、やめちゃったんですね。だからせっかくいい計画ができてたんですけれども、国の、そういうことをやるべき人が、本当にダメな人たちで、ダメになっちゃったっていうのもあります。それからいくつかあるんですけれども、まあ、大体は、やろうとすれば非常にいい結果が出たであろうところは、とにかく妨害する人がいてですね、ダメになっちゃったとかっていうのがあります。まあ、面白い例では、例えばですね、これか。公営温泉。これは、三石の専務さんと非常に仲良くなりまして、で、石田さん、ぜひやってくれと。で、私も現地に3回ぐらい行ってですね、見たらもう本当に、温泉の、換温をしてるんですけれども、温泉、温度自体は高いんですが、それをうまく使ってないんで、さらに温めなきゃいけないと。で、温めるのに、重油とか灯油をバンバン焚いてるんですね。で、ちょっと見に行ったら、大体もう半分以上は無駄に、燃やしてるだけっていう感じでした。で、ぜひやらせてくれっていうことでやろうとしたらですね、私と知り合いになった方っていうのは民間の大きな会社の社長さんで、まあおじいさんですけれども、非常にやる気のある方で、ぜひやってくれと言ったら、その上に立ってる、まあ山積のその方は専務さんだったんですけど、社長がやめろと言い出してですね、スタディを途中でやめちゃいました。で、専務さんは自分のポケットマネーで私の経費を払ってくれたんですけど、まあ、そういったこともあってですね、大体は人で、失敗するなっていう話です。はい。まあ、こんなことはどうでもいいんですけれども、一番大きな問題としては、やっぱり、地球温暖化っていうことが出てくるかと思います。今、コロナの緊急事態宣言は一応取りやめになったんですけど、緊急事態宣言で出てるのは、まあ、全国で長野県は一番先進地なんですけど、気候変動の緊急事態宣言がされてます。各市町村、長野県全部の市町村の首長さんはそういう宣言をしてます。宣言をしてるだけで、首長さんで具体的な計画まで行ったっていうのは、軽井沢町長さんぐらいしか知らないんですけれども、安倍県知事さんの、右に倣いで、一応宣言は出してるんですけど、なんか具体論になるともうしぼんじゃってて、どこも具体的なことは出てません。まあ、軽井沢町っていうのは、まあ、非常に先進的なんで、軽井沢だけはちゃんとした計画がこの前出されました。まあ、ここで書いてあるんですけど、公海水温の推定ってことを、昔私は直接ではないんですけど、私のいた研究室で、私の部下だった人が測定をずっとしてました。日本に2、3台しかない、酸素の同位体を測る機械なんですけれども、それで、沖縄のサンゴ礁の、石灰岩、そこから酸素を抽出して、同位体を測って、昔の、海水準ですね。海水が温暖化して上がったり下がったりする、
そういう歴史を、まあ、数十万年にわたって測定してました。まあ、こんなことも私のいた石油鉱山ではやってたんです。これは石油を探すための手段として、そういう今みたいに環境のことだけじゃなくて、まあ、元は、そういう石油を探すための手段として、こういうこともやられてました。で、まあ、温暖化してるのかどうなのかっていうのは、特に私がやってる地質関係の方では反論もかなりあります。でもまあ本当かなと思うのが私の立場としてはまあ本当かなです。それで実はですね、こういった気温の変化、海水温の変化がずっと認められています。これっていうのは地球の自転公転に関わる、まあ、自然現象としての海水温の変化です。大体これのここら辺をですね、私のいた研究室では測ってみました。これがどういうことかっていうとですね、酸素の同位体は、まあ、16と18がメインです。で、18っていうのはちょっと質量的に重たいんで、なかなか水蒸気になって、固定されないんですね。水蒸気になって、これ氷なんですけど、水蒸気になって軽い、酸素同位体は雲になって、それが雪になって降って固定されるんですけど、寒くなるとですね、なかなか、これの固定がうまくいかなくなって、重たい酸素の同位体が海の中に増える。これをここでは有孔虫と書いてあるんですけど、サンゴでも、海水と代謝をやってる生物に残るんです。それを測定することによって温度がわかります。こういうのがもうずっと出されてまして、例えばですね、ここでは、これはここら辺が大体1億年前なんですけれども、これはずっと出てるんですよね。これは深海底の泥の中に入ってる有孔虫というプランクトンですね。石灰の殻を持ったプランクトンの中の、酸素の同位体を測って大体推定した。まあ、これを海の海水準に直して、温暖化すると海が、まあ、上昇すると、同じ場所は深くなるということですね。そういうのを出したものです。これが大体ここはカンブリアンですから、まあ、地球の歴史の生物が生まれてからずっと出されてます。これは温度測ったわけじゃなくてですね、あくまで地質のデータを 揃えることによって、こういう海面の変動を出してます。これは石油を探す上で非常に重要なんで、こんな仕事もやってました。まあ、これはよく出てくる、ちょうど CO2 が地球に毛布をかけたような状態になって、本来は宇宙空間に放出されるべき、熱がですね、そこで溜まってしまうと、これによって温暖化ができてるんだろう、できて、温暖化してるという、まあそういう説です。で、まあちょっとここ余談なんですが、ドバイに住んでる時、うちの窓を開けると、世界一高いブルジュカリファっていうのが見えてました。まあこれ撮った写真なんですけど、うちのかみさんが撮ったんですね、これ。私、写真撮るの下手なんで。で、長野県の各市町村がどんな位置にあるかというと、非常に高いところにあります。よかったですね、温暖化して、海水面が上がっても関係ねえやということで、なんですが、これわずか7000年前、今から温度が2度弱高かった時代の関東平野の地図です。海がここまで、まあ北は群馬県まで入ってました。で、房総半島もかなりのとこまで、海になってまして、その時期どういうことが起きたかというと、非常に温暖な気候で、高冷地に、まあ、少ないながら100万とか200万人いたんでしょうけど、縄文人の文化が高冷地で花開いた。
いうふうに言われてまして、まさにそういうのがですね、茅野の尖石の遺跡で、日本の3つの国宝のうちの2つが、ここに尖石で出てるんですけど、こういう縄文のヴィーナスと言われる、土偶ですね。それからこれは御代田の、浅間じゃない浅間縄文ミュージアム、そこの焼け町遺跡ってとこから出た、土器です。非常にこれ火焔土器と似たような感じなんですけど、若干違うということで、これが稲の方にも似たようなものがあって、そういう文化の伝播がおそらくあったんだろうなと私は思ってるんですけれども、重要文化財でこんなものがたくさん飾ってあります。長野県っていうのはもう非常に、文化の最先端地域だったという話です。それから三内丸山遺跡で、これは翡翠なんですが、翡翠は日本では糸魚川の姫川の翡翠峡でしか出ないと言われてまして、これの、結構でかいやつが、三内丸山で展示されてます。いずれも私行ってみて、非常に感心しました。特にこの焼け町遺跡の縄文土器なんていうのは、新潟の火焔土器もあるんですけれども、素晴らしいですね。で、どうしてそういうことが起きたかっていうと、さっき言ったように CO2 が、温室効果ガスで、地球を温めてるだろうということなんですが、先般このニュースをご覧になられた方いると思うんですけれども、シベリアにまた謎のクレーターが出現というんですが、これはもう、私に言わせれば謎でも何でもなくてですね、永久凍土の下のメタンハイドレート、大体は生物分解したメタンが、左のここなんですが、これ水の分子の中、にそのメタンの分子が取り込まれるんです。で、ちょうど氷のような、こんな感じの氷のようになって、地下に埋蔵されてます。これは永久凍土の下、それからですね、海底、大体1000メーターぐらい、900メーター以深のところで、こういったメタンハイドレートがいっぱいあります。それが、シベリアでは上に乗っかってる永久凍土が溶け出してんで、これが爆発的に、火山のように爆発したということで、これはおそらくあと数十年経つと、もう非常に、ごく普通の現象になってくるんじゃないかなと勝手に思ってます。海洋で、海の底では、そこら中にポックマークというんですけれども、こういった火山の形をしたものが、海洋調査をすると出てきます。これなんで言ったかっていうと、実はですね、 CO2 に比べて温室効果ガスなんです、メタンっていうのは。同じ体積で比べると、CO2 に比べると約20倍温室効果が高いと言われています。ですから、温暖化することによって CO2 が、じゃない、メタンが地下に蓄えられてたのが解放されて、こういった形で爆発的に出てきて、さらに温暖化を促進するっていうのが今までのパターンで、これがおそらくあと数十年したら起きるんじゃないかなと。それでですね、さっき、信州の町は全然関係ねえやって言ってたんですけど、例えば、たった2度です。こんな状態になった時に、どういうことが起きるかというと、東京は、私の住んでるところ30メーターぐらいあるんですけど、下町というか、千代田区の国会議事堂から下のあたりまで全部海になっちゃうはずです。そうなるとどうなるかっていうと、信州の方は全然大丈夫なんですけど、とにかく何とかしなきゃいけない。ここにおそらく1000万人以上住んでると思います。そういう方々が、何とかしなきゃいけないとなって、例えば利根川にスーパーテイムを作るとします。1キロ作ると200億かかります。数百キロ以上作んなきゃいけないんです。何十兆円もかかります。それの負担っていうのは、長野県が独立でもしない限りは、
皆さんのご負担に、なると思います。だから安穏としていられないって話です。で、そういう気候変動に対してどういうことをやるかっていうと、緩和と適応という、言葉が言われてます。緩和というのは、できるだけ温室効果ガスを減らしましょうと。それが緩和策です。それから適応っていうのは、そうやったって、いくら頑張ったって、今、現実的には頑張ってないんですけれども、頑張ったって、温暖化しちゃうんで、それを何とかしないといけないなと。昨日の朝のニュースで、気象庁の、平年値っていうのが、今度変わるらしいんです。30年、前の年から30年間を、5年ごとにその平均値として取ってるんですけれども、東京の降水量が約1割増えてます。これは当たり前の話で、温度が1度上がると、約空気中に含まれる水蒸気量っていうのは10%ぐらい増えるんで、本当に、もうちょっと何とかしないと皆さん大変ですよって話です。で、緩和策としては CO2 を出さないようにしましょうと。省エネルギー対策、再生可能エネルギーの普及拡大、CO2 の吸収源対策、CO2 の回収貯蔵、CO2 の回収貯蔵っていうのは CCS と言われますけれども、カーボンキャプチャー&ストレージといって、石油の世界では当たり前で、今、苫小牧でやってます。実験をやってるんですけれども、これもなかなか大変でして、お金もかかるし、どこまでやれるかっていうと非常に疑問です。それからもう一つ適応策としては、とにかく生態系が狂ってくるんで、リンゴだとかなり病気だとか、その果実の割れだとかが出てます。それから、ブドウなんかも、山梨県、はブドウの適時っていうのが少なくなってきて、今、八ヶ岳山麓だとか北海道にどんどんブドウ園が移転してます。長野はそこまで行ってないんですけど、山梨はひどい状況になってます。それで、これはご承知の、一昨年の COP25 の会議で、日本が化石賞というのは化石燃料賞なんですけれども、それを撮った時の写真です。とにかく日本は、中国よりもそのプラント輸出なんかではひどいことをやってます。これはやっぱり化石賞をもらうに値するだけのことをやってるということで、石炭プラントに関しても、高温にしてですね、CO2 の排出量を少なくした超臨界とか超々臨界という手法があるんですけれども、それを輸出するっていうのは、なかなか少なくてですね、もうちょっと普通の亜臨界っていうのを、日本は政府こぞってやってます。去年あたりから風向きが変わって、遅きに失してるんですけど、ちょっと変わってきたんですけど、世界一あくどいことをやってます。これは事実なんでお知らせしておきます。で、どういうものがいいかっていうと、なんかご質問あったらどんどん言ってください。それで一般的な CO2 排出量、どういった手法でやると CO2 が減るかっていう話ですと、ここで赤で書いたのが主だったやつなんですが、さっき申し上げた天今入りまし然ガた。ス、今石田さんの。そうですね。ですか？そうですね。天然ガスコージェネレーションっていうのは結構少ないんです。なんだったらこんなとこかなっていう話です。もっといいのは、街にごくある、普通にあるゴミをですね、うまく使うとか、そういったことをやると、うんと減らせます。で、大いなる誤解があるんですけど、私も本当この間調べてきて自信がなくなっちゃったんですけど、
自然エネルギーなのか再生可能エネルギーなのかっていう話で、私は再生可能エネルギーじゃないかなと思うんですけど、200論文ぐらいこの自然エネルギーとか再生可能エネルギーというのを表題にしたですね、論文を集めてこれから読まなきゃいけないんですけど、そもそも自然エネルギーっていうのはおかしいんですよね。原子力も自然からの贈り物ですし、化石燃料自体も、まあ、自然というか地球の地下資源なんで、そういったものから由来するエネルギーはいわゆる世間で自然エネルギーと言ってる方の範疇に入ってこないんだと思うんですけれども、だったら言葉がおかしいですよね。これはちゃんとしとだかけなどきゃさ、いけないんですけど、2なぜ分かっぐらていうのをちょっと考えたんですけど、い。多 2分分でぐすらいはね、実は見るやつだよ。ですね、多分、自然エネルギー財団っていうのが、孫正義さんが2012年に作ったんです。で、この時にですね、再生可能エネルギー財団じゃなくて自然エネルギー財団としちゃったんで、孫正義さんっていうのは結構お金そこから配ってるんですよ、いろんな人に。で、そこの配られたとこの人っていうのは、おしなべて自然エネルギーになっちゃったんですね。まあ、これ、うまいこと言いますか、忖度そのものじゃないかなと私は思ってるんですけど、そもそも定義がおかしくて、定義になってないニュートにしました、のを使うのは良くないと思うんですけれども。で、すいません。私は使うべきだったら再生可能エネルギー、あるいは再エネという言葉を使うべきだと思います。よく再生エネルギーという人もいるんですけど、これも間違いですね。で、自然エネルギーというのは私はもっと間違いだと思ってます。ですから、使うんだったらちゃんと再生可能エネルギーというふうに使った方がいいと思います。これは役所もそうですし、それから NHK も再生可能エネルギーで統一してます。最近新聞の一部には、自然エネルギーと書くところも増えてます。まあ、こういった言葉の定義がはっきりしないのに、それで議論を始めるというのは議論にならないんで、ちゃんと定義がされたものについてはそれを使いましょうというのが私の意見です。で、まあ、前置きはそこまでなんですが、ここからいろいろ、太陽光だとか、総質量だとか、地熱だとか、どんな問題があるかというのをお話ししていきます。太陽光発電、これは非常に不安定です。ここで書いてありますように、完全に晴天で、だったら雲一つないというのが一日中続いたら非常に安定したとは言っても夕方になったら発電しなくなっちゃうんです。こういうちょうど丘のような形の、パターンになりますけれども、その他の雨降ったらこんな調子ですし、曇りでももう非常に変動します。で、電力で変動するっていうのは非常に厄介なことでして、おととしね、北海道で地震があった時に、石炭火力がやられてしまって、そこだけ止めればいいってもんじゃなくてですね、それを止めることによって、他のところが発電してると、電圧が上がってしまうんです。周波数が高くなって電圧が上がってしまう。そうすると全部、まあ、機器がダメになるし、ということで、全部止めちゃいました。そういうことが起こるんですが、それの小型版というか、ミニチュア版がこれです。非常に安定しない、こんな電源なんで、これを安定化して、皆さんが普段使っている中部電力さんだと 60Hz、100V。これを、まあ、1%とか1.5%以内で、皆さんは使ってるんですけど、の誤差で使ってるんですが、それができなくなっちゃうような電源なんで、これを何とかするということが非常に大変なんです。それにお金がかかります。で、それがどういうお金かっていうとですね、皆さんが支払われている、これ私、一昨年のデータでして、今ちょっとうちリフォームしてですね、だいぶ電気代高くなっちゃって、
こんなもんじゃなくて、1000円近く払ってるんですけど、この間の経産省の試算で、来年か再来年には1000円ちょっとになりますよと、各家庭1000円ちょっとになりますよっていう予想が出たんですが、これはですね、太陽光発電が2011年、震災の年から急激に伸びてます。他の再生可能エネルギーはあんまり伸びてないんですけど、太陽光だけすごく伸びてる。で、どういうことが起こってるかっていうと、それを安定化させるための電源が必ず必要になってくるんです。で、安定化させるのには、多くの場合、瞬足型、変動にですね、対応できるような瞬足型のガスタービンを使った発電、をしなきゃなんないんで、昔のドイツが日本にはるか先行してですね、太陽光を入れたんですけれども、その時、トータルの CO2 排出量増えちゃったんですよね。太陽光を入れることによって CO2 排出量が増えちゃう。そんな現象も起こります。で、それにも増してですね、こういう立地がずさんなところは、こんな感じで崩れたりですね、非常に国民負担が増えてるということで、まあ、信州にも太陽光、太陽光って叫んでる方がいっぱいおられると思うんですけど、結構、悪い再生可能エネルギーの代表格です。太陽光っていうのは非常に土地に対する集めることのできる再生可能エネルギーが少ないです。これに比べて太陽熱は約4倍、もうちょっとあります。ですから私はぜひとも太陽熱をもうちょっと有効に使っていただきたいなと思ってます。これはですね、私が立地を担当した、青森県の六ヶ所村の太陽光発電所です。51メガワットという5万1000キロですね。そういった、まあ、非常に大規模なやつで150ヘクタールあります。それとさっきガスコジェネがいいと言いましたけれども、ちょっと同じ発電量じゃないんですけど、比較をしてみますとこんな感じです。これは大阪ガスさんが大阪の泉北という、まあ、堺じゃない、高松市、にある、ガスの基地から、大阪市内にガスを運んでですね、そこで、こういうガスタービンというのはジェットエンジンと同じです。ジェットエンジンで燃料が、ジェット燃料じゃなくて天然ガスを燃やしてるだけなんですが、それで発電してる施設があります。これ非常にコンパクトです。サッカーコート2面分ぐらいですかね。非常にコンパクトにできてて、この発電所と比べるとですね、同じ電気を得るのに、3500倍の土地が必要なんです。ということは、土地に対する非常にその影響力が大きいということで、よほど立地は考えないといけないなと。去年ですね、霧ヶ峰の南麓の、滋賀メガソーラーと言ってるんですけれども、計画が、皆さんのご尽力で、中止になりました。あそこは、まあ、事業者がもうとんでもない事業者だったんですけど、まあ、良かったなと思ってます。非常に土地への負荷が大きいんで、太陽光は、厳しく見る必要があると思ってます。で、木質バイオマス。まあ、これもよく使われるやつなんですが、これも使い方で、ここに発電所があるんですけど、これはですね、これもやっぱり十数パーセントです。熱効率は燃やした材の、十数パーセントしか電気のエネルギーになりません。ですから、よほど慎重にやらないと、これも大変です。まあ、ところが、これのある、岡山県の真庭市はですね、なかなかうまいことをやっていて、真庭っていうのは、結構大きな製材工場が、製材企業がですね、30ぐらいあって、そこからかなりの量の端材が出ます。で、そういうのを集めて燃やしてて、なおかつですね、この、
発電所の隣に日本の結構大手の名建工業さんというところの、CLT というんですけど、クロスラミネーテッドティンバーといって、ちょうどベニヤ板を厚さを100倍ぐらいにしたような厚い、そういう集成材を作ってます。そこの乾燥にここの熱が利用されてますんで、熱効率としてはかなり良くなってると思います。それから発電所の横にこうした貯木場があってですね、これは農家のおじちゃんおばちゃんがとかおじいちゃんおばあちゃんがですね、山行って、山に残ってる材を集めてここに運んで、まあ小遣いが千稼ぎになってるんですけれども、こういったもともと里山を守るようなシステムで動いてますんで、これが燃料になってここで発電されているということで、よろしいんじゃないかなと思ってます。そうした市町村は結構多くてですね、これマニアの市役所の、熱供給施設がこういうガラス張りになって見えるのになってるんですけれども、ここでは冷暖房を、木材のペレットでやってます。ペレットっていうのはもうちょっと、材を細かくしたものなんですが、それから岩手県の隅田町の役場、これは建物自体も全部、町内産の木材で作ってます。それから冷暖房も全部、ここの町営の製材工場から出たペレットで、やってます。まあ、こんな仕組みで暑い方も冷たい方もできるんですね。ですから材の回り方によっては非常に効果的にできますんで、まあ発電ということを考えなくてもかなり できるはずです。一方ですね、これもあるんですけど、果たしてその材を使うことがいいのか悪いのかっていう議論もしておく必要があると思います。もちろん日本のほとんどの地域現時点では、間伐を主体とした材の収集をして燃やすってことは非常にいいことだと思います。まあ、ただですね、これは私の、昔の上司が、本を書いてまして、木材石炭シェールガスという本なんですが、その中に、こういう記述があってですね、昔の安藤博重の東海道五十三次の絵を見てみろと、山にパラパラとしか木が生えてないと。まあ実際そうなんですね。この著者の石井さんという人は全国のそういう昔の、版画なんかを集めてその本を仕上げたんですけれども、江戸時代っていうのはかなりその木材資源がエネルギー資源になってたんで、非常に大規模乱伐採が行われてですね、こういうハゲ山がたくさんあったという話です。もちろん世界の、古代文明もですね、かなりその木材を切ることによって、完全に、まあ、生態系がおかしくなっちゃったっていうのはよく言われる話なんで、果たしてその過剰なところで間伐をして適正な木材利用はいいんですけれども、過剰になったら困るなっていう話です。これは東アフリカのザンジバルというところでマングローブが切られてこういう木炭に加工されて売られてるんですね。ですからアフリカなんかでは、私自身はそういう木質バイオマスなんかを使うよりは化石燃料を使った方がいいんですね。化石燃料、この材を室内で燃やすと排気設備があんまり良くないんで健康被害が出ますし、それを例えば LPG だとか、私が勧めてたのは DME というやつなんですが、ディメチルエーテルというんで、これ天然ガスからもできますし、石炭からも作れる非常にクリーンな燃料なんですが、そういったものを普及すべきだと私は思ってます。まあ、木質バイオマスにペットになるっていうのはあんまり良くないと、これは名前を言っちゃいけないんで言わないんですけど、東北のある、木質バイオマス発電所の貯木場のスタイルです。こんな立派な木が、まあ、ここなんか1メートルに近いような直径の奈良材です。奈良が山から皆伐されて、まあ、これ間伐じゃないんですよね。一山全段切られて、それでここで
まあ、2、300円の電気になるんです。これを有効に使って製材して、ちゃんとした、材にすれば、まあ、数万円からうまくいけば数十万円になる話が、こんなチップになってですね、燃やされて、それで、それもかなりエネルギー効率の悪いあのバイオマス発電をされて電気になってると。で、そういうのにも我々はお金を払ってるという事実があります。地熱、まあ、これはあのここのブルーラグーンっていう、温泉なんですけど、温泉じゃないですね、あ、温泉か、温泉なんですけど、ここの発電所 の, あの排水をですね、ここに溜めてるだけなんです。アイスランドの、保養地で、入るだけで結構3000円か4000円取られるんですよね。で、入ったんですけど、アニハカランや、あの下にその、シリカの細かな泥が積もってるんですけど、それが美容にいいなんて言ってみんなこう塗りたくってんですけど、なんか非常に臭くて快適ではなかったです。日本の露天風呂がはるかにいいなという。で、あの、地熱っていうのは、だいたい、あの、150度以上の、150度より4度の高い、まあ、もうちょっと深いとこから出てくる、水蒸気です。で、これを利用するっていうのはなかなか大変なんで、我々が利用すべきは、いわゆる地中熱と言われる、範囲です。だいたいあの、まあ、2、30度までの範囲です。地中熱が何でいいかっていうと、年がら年中変わらないんです。温度が変わらないということで、それを有効利用することによって、かなり、うまい方法があるんですけれども、それがなかなかやられていないという話です。これはあの、北海道なんかでは最近あの地中熱利用というのはかなり一般化してまして、あの、深い井戸を掘りまして、その中にあのラジエーターっていうか太い木と同じようなクーラントを回しまして、それで、エアコンと同じようにエアコンのエアコンっていうのは、外の冬の時ですね、外の、まあ、寒いんですけど、その中に、熱を持ってるんです。これはあの絶対零度からの熱なんで、熱があります。それを汲み取って室内に入れて、で、温めるんですけれども、外気温というのは、まあ、新種だとマイナス15度ぐらいになっちゃうんですね。ところが、このクーラントの場合は、地下に温存されている熱を使いますんで、だいたい15度ぐらいの熱が出てくるんです。で、そこから、20度まで温めるのは、わずか5度の話なんです。それが、空気と、空気から熱を取って室内を温めるっていうのはマイナス15度から20度まで温めないといけないんです。非常にエネルギー効率悪いんです。ですから、地中熱を利用するっていうのは特に信州ではザ・ベストウェイなんですけど、なかなかやられてないですね。それからもっと言いますと、ヨーロッパなんかでは夏の間に温水を作ってそれ地下に貯蔵しておくんです。で、それを冬汲み上げて、今言ったのと同じように、ですから、温水ですから、もともとそこに地下にある温度よりも若干高い温度が得られるんで、そこから暖房するからかなり効率いいんですよね。で、夏はその逆やります。地下に冷水を貯蔵しておいて、冷水っていうのは冬外に置いてから水冷たくなりますから、それ地下に注入するんです。で、夏に汲み上げて冷房に使う。これもうヨーロッパで当たり前なんです。オランダの王室、そうですね、オランダあたりの王室では、もうそういうことが常識になってます。まあ日本ではやられてないっていうのが非常に残念です。これはあの星野家さんの軽井沢の例なんですが、ここにあるのがですね、熱だけ取り出す井戸です。こっちにあの温泉の本当、源泉はあるんですけど、その横に熱だけ取り出す井戸があって、ここで、クーラントを循環させてます。で、これはあの、このグラフはですね、10分後に組み上げたらこんなもんだって、あんまり、
熱が回復しないんですね。ところが、長時間置いておくとやっぱり高い温度、浅い深度でも高い温度になってます、ですから温泉の熱、温泉を掘るんじゃなくて温泉の熱だけいただくという手法です。星野屋さんというか星野リゾートさんはすごいことをいろいろやってまして、昔の星野温泉ホテルって旧ホテル、この時も水力発電といろいろあったんですけれども、さらに加えてですね、最近は、新しくなってから、こうした、地中熱利用を増やしたんで、本当に化石燃料の使用量減っちゃいました。電力を除くとわずかに LPG を使ってるだけで、それまでの灯油の使用っていうのはゼロにしちゃいました。これって素晴らしいです。こんなことはやろうともできるんで、まあ星野さんです、星野リゾートさんだからお金あるからできたって言われるらそれまでなんですが、ぜひチャレンジしてほしいもんだなというか、私はチャレンジしたいんですけど、なかなか、協力してもらえないんでできないんですけど。で、これは同じ長野県の、千曲市というか徳中美山田温泉の、白鳥園さんのあれです。白鳥園というのはこれ市営です。もともと県営だったんですけど、それは市に移管したもので、これは一回使い終わったお湯からですね、熱だけ取り出して、床暖房とシャワー用のお湯と空調に使ってます。ですから、本来はですね、一回ここで使って、まあ、もちろん温泉ですから温度高いんですけれども、これは捨てちゃうとこのまま外へ流れちゃうんですけど、37度あるんですよね。で、ここから熱だけ取ってヒートポンプでさらに加温して、こういう循環水を加温するだとか、それから維水をですね、加温してシャワーとかそういうものに使うとか、こういうことできるんですね。まあこれは今ちょっと調子悪いみたいですけど、立石の町の権現の湯もこれになってますんで、本来はもうちょっと拡張すればもっといいなとは思ってるんですけど、なかなか。うまい方向に行ってません。それからバイオガスですね、これもいい方法で、ストックホルム、スウェーデンっていうのは化石燃料資源全くないんですよね。スカンディナビア半島の逆側のというか北側のノルウェーはいっぱい海底油田あるんですけれども、スウェーデンは、全くありません。そこで何をやってるかっていうと、牛のうんちでバスを動かしてると、いうことです。私ストックホルムの街角に立って来るバスをずっと眺めてました。15分ぐらい眺めてたんですかね。ヨーロッパのバスっていうのは大体自分の使ってる燃料をお尻に書いてあります。で、この時、まあ数十台以上は見たと思うんですけれども、バイオガスって書いたのがほとんどで、わずかに、ブタノール、まあこれは私よく分かんないんですけど、アルコールを燃料に使っているものがありました。ほとんどは牛のうちで動いているということです。日本でもわずかに神戸の、バス16台だったかなぐらいは、下水の処理したバイオガスで動いています。で、40分経っちゃいましたんで、まとめの方に行くんですけど、やっぱり熱を使うっていうことが大事です。これはですね、昔はですね、こうした図が、エネルギー白書にも出てたんですけど、環境白書か、これは。今、本当にわからない記述になってます。これ、97年版ですから約25年前の実情なんですが、これと現在ほとんど変わってません。変わってないっていうのは、
どれだけのエネルギーが投入されて、エネルギーっていうのは一次エネルギーと言ってるんですけど、元になるエネルギーです。で、我々の二次エネルギーというんですけど、二次エネルギーっていうのは、例えば電力がほとんどです。それから水素ですね。水素は、二次エネルギーと言っていいと思います。で、そういうものに最初のエネルギーが転換されて、で、どういうふうに使われるかっていう話なんですが、今も量的にはこの25年前とほとんど変わらないんです。一回ずっと増えてきて、90年代の後半、2000年代の初めぐらいからだんだん消費量が減ってますんで、これは人口減少と省エネとそれから意識の改革だと思うんですけど、減ってまして、だいたい25年前と使ってる量って同じなんです。まあ、この組成は変わりまして、石油がぐっと少なくなって、天然ガスが増えた、石炭が若干増えたっていうような、今、原子力がほとんど止まってますんで、そういった違いはあるんですけれども、電気になるのが大体 40% です。電気にならないんで、そのまま使われるもの、これはガソリンが、エンジンに送られて、自動車が動くといったような、あるいはボイラーで、石油とか天然ガスを炊くといったことで、発電が40、発電以外が60っていうあれです。ところが、それが最終的に、エネルギーになって、例えば、多くの場合、運動エネルギーに変わるんですけれども、自動車が動いたり、あるいは一回電気になってエレベーターで人を運んだりということで、いうようなエネルギーに使われるのはわずか3割です。で、他は全部熱になって逃げてしまいます。これ途中発電するときも、大体発電の効率っていうのは投入エネルギーの 40% ぐらいしかなりませんので、60は捨てる熱です。こういったのを見ていくと、結局3分の1しか有用に使われてません。ただこの有用に使われたものも最終的には熱になって大気圏に放出されます。それから電力になるのはだいたい 17-18% です。これはもう25年前と今も変わってません。電気になって使われるのは全エネルギーの17-18% で、これでは 15% って書いてあるんですけど、だからよくスマートグリッドだとかスマートコミュニティだとかって言って電気を効率的に使いましょうっていうのは日本の風潮なんですが、たかだか 20% の電気を10% 削減しても 2% しかならないんですよね。で、残りの 80% の熱エネルギーを 10% 削減したら 8% なんです。 8% 削減できるんです。ですから熱のことをもっと考えましょうと。これはね、どうしようもないんですね、日本は。残念ながら熱を扱ってる大手企業さんって少ないんですよ。ガソリン関係だったらエノスさんだとか、それからガス会社もあるんですけれども、やっぱり、社会に対するプレゼンスだとか、政財界に対するプレゼンスっていうのは圧倒的に電気なんです。で、電気のことに皆さんも目が向いてしまうし、日本人の、心根もですね、ほとんど電気の方に向かっちゃうんです。ところが、そんなことはないんです。実際は熱をちゃんと使えば、もっと、省エネもできますし、いろんなことができます。それで、どういうふうにするかっていうとですね、もう30分までに終えます。熱を面的に使いましょうということです。面的に使ってどういうことですかっていうと、これはヨーロッパではもう普通、ごく普通です。どこ行ってもあります。日本がインフラでダメなのは、電線の地中化と、熱配管がしてないっていうことです。プラス、ガス配管がないっていうことです。先進国っていうのは、そういうインフラが全部整ってます。一つは電気。電気は、地下配線です、多くの場合。それからガスは当たり前にあります。もちろん上水道下水道っていうのは日本も、
都市部ではほぼ 100% になってるんで、まあこれは追いついたんですけど、電気の電柱と、それからガス配管と、それからもっと言うと温水配管っていうのは全くダメですね。どうしてなのかよくわかんないんですけど。で、それでその温水配管をすることによってエネルギーを効率的に使いましょうっていうのは今の、CO2 削減の、ミソになってます。これがですね、ヨーロッパというか地域熱供給 の、 第一世代から、今の第四世代までの流れを大雑把に書いた図です。これは日本は地域熱供給っていうのは大阪万博から始まったんですけど、あんまり進展してないねっていう話で、まあこんなとこにいるのかなと、第一世代第二世代の間ぐらい、まあヨーロッパの先進国に比べると、1930年代と止まっちゃってる感じですね。それから、他の先進国がこんなとこ、ヨーロッパの、まあ、北欧なんかはこんなとこで、熱の使い方が非常にうまくやってます。これオルボー大学っていうんですけど、ユトランド半島の突先の方、一番北の方にオルボーっていう町があって、そこの大学です。こうした先進技術に関しては、結構引用されることが多くてですね、まあ、日本の東大も含めて足元にも及ばないぐらいの論文数が出てます。まあ、先進国の一つのデンマークコペンハーゲンを見てきた時の写真です。1903年に俺都市のゴミをですねどういうふうに処理するかって、これまで全部郊外に埋めてたんですよね。で埋める場所もなくなっちゃったんで、1903年から、ゴミを焼却始めました。で何をやったかっていうと、焼却するとともに出てくる熱を温水の形にして暖房に使いましょうっていうんで全部配り始めました。でそれが面々と続いてるんです。で、この建物、この煙突とこの煙突は同じなんですけど、私はちょっとグループから別行動をしてですね探りに行ったんですけど、新しい熱設備がここにできてて、全部地域に温熱を配ってます。昔は郊外だったんですけど、今地下鉄駅から5分ぐらいのところにあります。それから大型の火力発電所もですね、全部、ここに太いパイプがあるんですけど、これ全部、町に温水を配る施設になってます。でこの発電所結構かっこいいモダンな発電所なんですけど、木で木質バイオマスですまあちょっと問題かなと思うのは、デンマークって森がないんで、結構カナダとかスウェーデンから輸入した木材燃やしてます。まあ、まあいいんでしょうねでこれは巨大な温水タンクです。で一回ここに貯めてですね、それを市内に供給してるっていう、そういう施設です。これはゴミ焼却場です。ゴミ焼却場っていうのは本当に熱源としてはいいもので、日本ではゴミ焼却場っていうのは邪魔者なんですが、彼の地ではここに書いてあるんですけど、ワンマンズトラッシュ、アナザーマンズトレジャーと書いてありますけど、まあゴミも他の人から見れば宝物だという話です。ここを中まで見に行ってきたんですけど、匂いはほとんどありません。でそのゴミ焼却場もですね、まあ、これ市の全くの中心街から、西に3キロ4、5キロ離れたところなんですけど、60キロ先からゴミ集まってきます。なんでかというと、ゴミは宝物だから、集めてるんです。集めて電気と熱を供給してます。臭くないです。日本だとまあ、言い方悪いんですけど、作業服を着て、しかめっ面で作業してるんですけど、ここの従業員はですね、みんな私服でコーヒー飲みながらモニター見ながら、全部処理してます。コペンハーゲンの話続いちゃうんですけど、
まあ、彼らにとってみればゴミも非常な資源なんだということで、プラントがもう本当に町の真ん中からすぐのところにあります。これ有名なニギフミの像なんですけど、この、手前がですね、背中側が、デンマークの王室ですから王宮なんですよね。そこから人魚姫を飲む向こうに世界最大のゴミ焼却場が見えるという話です。東京でいうとちょうど、皇居からですね、豊洲の市場の手前ぐらいのところに当たるんですが、とにかく考え方が全く違いますんで、まあそこら辺は、ね、あの絶対日本だったら、天皇陛下のいるとこで窓開けたら外に焼却場が見えるっていうのは許されないことなんでしょうけど、彼の地では全く違います。でしかもですね、ここはあのゲレンデになってるんです。冬になるとゲレンデ、あのデンマークって一番高い山が180メートルなんで、雪が降っても滑るところないんです。でわざわざ作ったんです、あの、コペンハーゲン市民のためというか、そういうあの豊かな発想があるんですね。でこれは、さっき熱が重要だって話したんですが、あの表紙の左下の温水器です、これあのこれユトランド半島のずっと北の方の、3000人ぐらいのちっちゃな町に行ってきました。人口3300人。でこれがあの非常に大規模にあの温水器が並んでるところです。まあ太陽光発電みたいな感じですけど温水器です。でこれを夏の間にここに貯めます。温水の形で、100メーター四方のだいたい 20〜30メートルある掘り割りの中に貯めて冬まで貯蔵してきます。で冬になったらこれを払い出ししてここの暖房に使う。でこういうことを例えば、八ヶ岳の周辺でやろうとしたらこれいらないんですよね。いらないってことは冬でも太陽があるから、この北海周辺っていうのは冬になると本当に曇りと風のビュービューの日ばかりなんで、冬のために彼らは備えておかなきゃいけないんですけど、例えば八ヶ岳周辺の、まあ、どこでもいいって東進でもいいですし、山梨県側でもいいんですけど、あの冬でもどんどん太陽さんさんですんで暖房用のですがいくらでも止めることなく使えるという話です。まあ、こんなこともできるんでぜひご検討いただきたいなと思ってます。であの長野県の化石燃料というのは結構使ってまして、大体、ガソリンで20万円ぐらいですかね。それから灯油で、やっぱり10万十数万、こんなものがここら辺がかなり7割型今の太陽熱利用すると削減できそうです。できると思います。熱は熱で利用しましょう。特に太陽熱の利用をしましょう、ということです。であの熱導管これを引けるとこは引きましょう。であのこれが産業の味噌になってるんですね。特にデンマークっていうのはステートオブグリーンっていうこれ官民一体の組織作ってまして、環境技術を輸出していこうと、国の基幹産業にしましょうということでやってます。で、これを例えば投資に当てはめるとすると非常にローテクです。あの投資の会社だったらすぐできるようなものです。ところが日本にはないんです。ですから、このボイラー、これはあの北斗市の明野のゴルフ場に入っているボイラーなんですけど、デンマーク製です。デンマークから買わざるを得ないんですよね。日本製がないんで。でやっぱりあの彼の地で買うよりは3倍5倍になってしまうんです。でこれを日本で作ってるっていうところはほんとわずかにあるんですけど、岩手県の、なんだっけ、小田切エンジニアリングさんなんですが、そのぐらいしかなくて、やっぱり日本でこの木質バイオマス燃やすボイラーの 7、8割は輸入品です。
デンマーク、イタリア、ドイツなんかを、これはまさにローテクなんで、こんなものはちょっと工夫すればすぐできちゃうんですけど、それからこれもですね、熱配管、これはのポリエチレン管の周りにウレタンでこう被覆しただけのやつなんですけど、これもないんですよね、日本では。で、多くのところは、多くって言っても、まあ、4、5箇所でしか日本ではまだやってませんけれども、地方レベルですね、都会の熱教育はあるんですけど、地方レベルでやってるところは、温泉の配管を代用したり、デンマークから買ったりですね、こんなものはすぐできちゃうんで、ぜひ作ってほしいなと思ってます。で、最後のまとめになりますけれども、再生可能エネルギーの特徴としては、非常に希薄なエネルギーなんで、使い方は非常に難しいです。これはさっき太陽熱温泉機いいって言いましたけど、実は灯油のボイラー使った方がはるかに楽なんです。ですから、適地を探さないといけないし、やっぱりお金損しないような仕組みを考えて作っていかないといけないと思います。で、どこにでもあります。誰でも使える。まあ、土地が必要ですから、土地を持ってる方だったら誰でもできます。いくら筋が出なくなってね、本当。だから、もしの、非常に有効な手段になります。エネルギーコストは、作っちゃえば安くなります。で、やっぱりこういうことなんで、化石燃料より適正化が難しい。それから初期コストが高いです。これはヨーロッパでは一般的になっているボイラーもやっぱり5倍しますから、これ投信でやっていただければ本当に助かるんですけど、やっぱり高くなっちゃうんですね。いいんだよ。でも解決方法はあります。さまざまな組み合わせ、これは電気だけじゃなくて熱も使ったり、いろいろやるといろんな考え方が出てくると思います。で、何よりも補助金がいっぱいあります。政府としては使ってほしくて仕方がないんです。使わないのは、なせばなることをやらない人がいっぱいいるからです。これで最後かな。あ、これ宣伝なんですけど、ちょっと私に仕事やらせていただいたら、直接人件費は、まちづくり研究会の方に寄付させていただきますんで、ぜひご用命いただきたいってことです。で、私どこの馬の骨かどうか分かんないと思うんで、一応こんな受注はしてます。全然儲かってないんです。今年も、数百万円赤字で出そうなんですけど、売上だけは結構あってですね、これだけで、4000本ぐらい売り上げたんですけど、委託先としては北大、それから今やってるのは、産業技術総合研究所ですね。昔のなんだ、忘れちゃった。いや、工業技術院、昔の。それからいっぱい他の、東京理科大にも、平田先生にお願いして研究をお願いしてます。こんなところで、まあやりゃできるんだけど、やらないのは、人の責任だっていう話です。で、ぜひ、まあ私としては無給でもいいんで、やっぱり水没するのは、東京の下町が水没するのは見たくないんで、早めに、なんかやればできるし、ローテクでもできるんで、ぜひやらせてほしいなっていうのが、気持ちです。あ、それで余分なやつがいくつかあるんですけど、例えばですね、電気っていうのは本当にギザギザが激しいです。で、これを保証するためにいろんな手段を使います。これは蓄電池なんですけど、それからこれは揚水式の発電所、これを動かしたり止めたりするんですけど、やっぱりお金かかるんですよね。ですから、電気を熱で代用できるところは熱にした方がいいと思ってます。
それからこれは長町のアイデアなんですけど、長町っていうのは、インペックさんの高圧のガスラインが取ってるんで、このガスを使って、マイクログリッドを作りましょう。それから 長田の太陽光発電所があるんで、これ の調整をですねここでやらせてもらおうと、これは非常にその社会的にも有効ですし、電力会社にとってもそういうことをやってくれるっていうのは助かるんで、やらせてほしいなと思ってましたけど、なかなか反応してくれなくて、あ、これがですね、私立地担当した太陽光発電所です。あの現状復帰できるように全部あの抜ける杭を打ち込んだだけです。こっちが、青森県の六ヶ所村です。こっちがの国家備蓄ですね、石油の備蓄基地。それからあの風力発電も日本の市町村レベルで一番あるところです。それからこれがですね、岡山県で実際にこんなちっちゃな町です。人口3000人しかいないんです。そのところでもあの木質バイオマスを使って、各ですね、公共施設を暖房しようという計画が進んでまして、もうじきできると思います。これは、最上町ですね、山形県です。ここも木質バイオマスを使って、老人ホームから病院から、福祉センター全部暖房してます。でこれは、国の補助金もらっちゃったんで 95% ぐらい国の金で作っちゃいました。だから早い者勝ちなんです。ぼやぼやしてると持ってかれちゃうんで、早く手挙げりゃいいだけの話です。これは岩手県の久慈のキノコ屋さんですね。今こんなこともできます。ドイツの例です。こんなちっちゃいところでもやってます。これはあのバイオガスと、木質バイオですね、木を燃やして熱作って配管してます。こんなドイツの例もあります。発電方式もいろいろあってですね、日本はちょっと進んでないんですけど、いろんな方法があるんで小規模でもできます。あ、これは長浜町でこういう木質バイオの発電所を作ったらこんなところでできるんだなっていうのをちょっとイメージとして書いたものです。あの病院の横でその発電所作ってですね、これ小規模のやつでいいんです。それで熱を病院で使うってことになると一挙両得になりますね。埼玉木材工業さんでやらせてもらおうかなと思って何回もコンタクトしたんですけど、音沙汰なしです、残念ながら。これは長町のふれあいの湯でやったらということです。あ、これがあれですね、白樺リゾートさんのところでこんな研究やっておられるんで、あの発電所を作って排熱で木材を乾燥させて、それでペレットを作ってこういうところに供給すればいいんですけど、これあの研究はうまくできたんですけど、燃料の供給元がなかったんですね、結局は。それでなんか立派な計画は立てたんですけど、ポシャってしまってる案件です。だからこんなことができるんで、ちょっとあのサイクルを考えればいいなと思ってます。すいません、ちょっと長くなりまして、以上で終わります。